触ってる。で、まあまあのサイズですよね。今回のターゲットは玄関機のチヌ。魚の養殖が盛んな三重県尾鷲のイカダで狙います。この時期は海水温が低くなり活性も落ちるので釣れにくい傾向にあるチヌですが、今回は状況に合わせた工夫とテクニックでこのフィッシングラバーが挑みます。三重県を中心にチヌかかり釣りの名手として知られるガマカツのフィールドテスター末吉和孝さん。これまで星なしはもちろん夢の六丸を仕留めたことも。今回は尾鷲の海でどんな釣りを見せてくれるのでしょうか。おはようございます、末吉和孝です。今日は尾鷲天満浦の光栄丸さんの養殖小割で大きなチヌを狙ってみたいと思います。まあ、ちょっと状況的には、まあ、玄関期ということでまだですね、そんな目立った釣果も出てないんですけど、まあ、釣れれば大きいのが出ると思いますんで、それを信じて頑張ってみたいと思います。朝6時半、気温0度という寒さの中、尾鷲港を出て養殖小割のポイントへ向かいます。一日中居座るベストポジションを探します。よし、はい、おはようございます。今回使用するタックルはこんな感じ。一日中握っていても疲れない超軽量ロッドはわずか 50g という驚異的な軽さに加え感度も抜群です。はい、水深が 20m ちょっとですね。ちょっととりあえずは落とし込みからやってみます。1投目はちょっとボケをつけて、ちょっと中層にも多分いないと思うんで少し重りを軽くしてみた。でも今水深もマーキングしたんで少し上からゆっくり落としていきます。なんか幻想的な雲ですね。妙にそっち行きましたね。お、なんかついてる。お、触ってる。なんか上の潮か中層が向こうに行ってますね。取られましたね。底塩は少し下に入ってますね。上はね前に行ってますけど、当たりが小さいな。取られてましたね。ちょっと練り絵で行ってみますね。次そこからやっぱちょい上で
触ってますよね。今も着底するちょい前にね、スーッと餌が、餌取りがちょっと上にいるんでしょうね。でもこの時期に魚の反応があることはいいですよね。もう触ってるもんな。餌をボケから練り餌に変えてしっかり食わせるまで待ちます。フグだなこれ。記念すべき1匹目は本命のチヌではなさそうですが、何が上がってくるのか。あ、ヘダイ。おー、ヘダイか。チヌを狙うとぼちぼち登場するゲスト、ヘダイでした。ね、まあまあのサイズですよね。ヘダイですね、多分。結構いいサイズでしょ、ヘダイもね。ここで末吉さん、かかり釣りには欠かせない団子を作り始めます。はい、あ、いよいよ団子ですか。そうですね、ほぼもう今混ぜてるのが、ほぼ1日分の、団子ですね。もう余裕で入りますんで。これですね、まあ容量がまず大きいというのと、あとはこの4つ角ですね、角が R になってて、こういう感じですね、こう混ぜやすくなってます。もう指とか引っかかんないですし、やっぱ間口が広いんで、こういろんなものもここに置けますし、使い心地はいいですね。このさなぎのミンチとかそういうのも入れてるんで、あとオキアミとかですね、そういうのをしっかりそこに巻いて魚を集めるのと、あともうこの濁りですよね、団子の。ちょっと団子釣りじゃなくて、そこら辺ちょっと落とし込んでみますね。重りが軽いんで。かかり釣りは刺し餌も収魚力のある団子に包んで底に落とす団子釣りがメジャーですが、末吉さんは刺し餌を軽い重りでふわふわと落とす落とし込みでチヌを狙います。触ってますね。マーブル釣れましたね。ヘダイですけど。またしてもヘダイの三連ちゃんです。いいサイズですね。ね、いいサイズですね。結構食べても美味しいですよ。この間食べましたもん。45センチぐらいのヘダイとか、すんごい美味しいですよ、刺身で。ここでいよいよ落とし込みから団子釣りに変更します。ヘダイも団子につつくときはつつきますしね。ああ、団子、はい、団子を落とします。お、触ってる。アジでも来ないかな。上の方ですよ。アジじゃないですか。お、アジだ。お、いいですね。
本当に来ちゃいました。アジ、次はいよいよ本命か。ロッドは何使ってるんですか。はい、ですね、ガマチヌイカダ競技ファインマスターっていう新しい竿を使ってます。まあラインナップの方が 1.4、1.5、1.6 と3種類ありまして、で竿の調子の方もですね、M と MH の2種類があります。 M はどっちかといえばこう竿を曲げて、楽しむような、まあ、数釣りを楽しむような竿ですかね。で MH はまあ数釣りから大型狙いまで対応できる。今日使用しているのは、1.6 の MH を使用しています。今日はオレンジ色の方の中長子を使ってます。でもう一個はですね、極先上子、今日使っている中長子の方は、まあ、当たりをじっくり待つような、まあ、こういう冬場の釣りとか春とかですね、重りを使ってじっくり待つような釣りの時に、まあ、穂先が結構当たりを大きく表現してくれるんで、極先上司の方はどちらかといえば、まあ、エビ使った数釣りとか、あと誘って掛け合わせるとかですね、そういう釣りに向いてますかね。まあとにかく軽いですね。一番短い竿だと 50g になりますんで、本当に終日手持ちで釣りしてても全く疲れない感じですね。あー、ヘダイか。たくさんいますね。4匹目のヘダイ、なかなか本命はたどり着けません。アジかな。おー、いい味じゃないですかこれね。えそのままお刺身で食べたら美味しいやろな。いい味ですね。ちょっとそこから上でオキアミで当たってきました。丁寧に団子を落としてチャンスを待ち続けます。大変ないかな。アジか。あ、違う、チャリコだ。お、ちょっと良くなるかなこれで。ここに来てマダイの幼魚チャリコが釣れましたよ。はい、新たな魚種の登場で流れは変わるのか。後半戦も本命のチヌを追いかけます。三重県尾鷲の養殖いかだでチヌのかかり釣りをするガマカツフィールドテスターの末吉さん。玄関機の厳しさなのかヘダイ、アジが続き、本命のチヌは未だ姿を現しません。この先一体どんな展開が待っているんでしょうか。この時期の、まあ、釣りなんですけど、玄関機の釣りですね。今日乗ってるところは比較的水深もあって、まあ、養殖場でですね、まあ、こういう寒い時期でも餌取りはポツポツいるような感じなんですけど、まあ、全体的に、まあ、チヌも含めてやっぱり活性自体は低いんで、まあ、チヌを釣るチャンスっていうのも一日通して本当にまあない時もありますし、まあ、本当に数回のチャンスになることが多いです。
なんでその数少ないチャンスを、まあそのチャンスのタイミングを見極めるのと、あとまあチヌらしき当たりが出た時に、あの早合わせせずにじっくり待ってですね、もうしっかり食い込んでるのを確認してから合わせるような、まあそういうような釣り方をした方がいいですね。ね、団子にちょっと触ってるんですよね。チャリコの群れかな。もしかしたらまたこれチャリコじゃないですか。あ、今度はね、アジだ。でもそこの方の潮が多分良くなってきたんでしょうね。団子を打ちながらもう魚の様子を伺うしかないですよね。かかり釣りはですね、やっぱりたくさん荷物もありますし、こういう収納するバッグとかですね、こういうのが結構大事になってくるんですけど、このブラックワックスのタックルバッグなんですけど、まあこの上の蓋のところに、まあ、すぐ取り出したいものですね、一番よく使うものをここに入れれますし、まあ、中もですね、たくさん収納できるようになってます。で、あと意外と便利なのがこの横についたロッドスタンドですね。この2本竿が置けますんで、まあ、ちょっとこう2本出すときに1本置いといたりですね、ちょっと休憩のときに置いとけば竿も問わずに安心ですので、まあ、非常に便利です。よし、世代っぽいですね。またしてもヘダイ、なかなか流れを変えることができません。この竿の特徴なんですけど、このグリップのところですね、カーボンパイプシートを採用してまして、まあ、あとこの滑り止めにですね、こういうノンスリープ加工してあって、まあ、何がいいかっていうとですね、当たりが、反響して手元に伝わってくるっていうような、そういう構造になってます。非常にいいと思います。今ね、ちょっと団子に魚が反応して、ちょっと今までと違うような当たりが出ましたね。おー、いい味。比較的反応はあるものの、アジ、ヘダイ、時々チャリコの流れは変わらず。アジかな。お、またチャリコだ。こっちが当たってきたらズボーっていくんですけどね、当たってくればですけど。
確かアジでしょアジ開けましょうか。食べるかな、これちょっと大きいからな。もうちょっとちっちゃいアジやったらね、こんな大きいの食べられるね。こんなの相当なごちそうですよね。末吉さんがリリースする魚を目当てに鳥たちがうろつき始めます。なんか久しぶりに今ねまともな当たりが。風が強いと当たりって、結構ね派手に出る時多いですよ。ちゃんと餌だけちゃんとしておけば刺し餌が浮いたりしやすいんで、それだけ気をつけとけば。やっぱ表面がなんですかね、バーッと荒れてると警戒心がちょっとなくなるんですね。でなんか団子に触り出しましたよ。いや朝からヘダイもアジも団子に触ったりするけど、こんなしつこく触んないですもんね。アジじゃないかこれ。またうおなんだ今のアジでしょうね。すごいな、団子に突っ込んできたな。あ、マダイか。へえ、団子突いてきましたよ。ゴンゴンゴンって。これ怪しいですよこれ。あーでもちょっと細かいな、当たりが違いますねでもね、団子あたりがちょっとゴンゴーンと出だしてるから、もう少しいいですか。いいっす。慌てちゃうのか。気づけば日没まであとわずか。終了時間が近づいてきます。もう今ヘダイ全然来ませんからね。だから残り少ないチャンスにかけ団子を握ります。なんとかね団子に当たってくりゃいいんやけどな。アジか。今日アジたくさんいますね。うん、これ最後しましょうか、ね、ラスト一投、チヌへの思いは届くのか。フグっぽいですねアジか。もうすごいですね、本当アジが。すごい。初め中層しかいなかったんですけどね。ということでこの日はアジ三昧で終了です。もうちょっとなんですけどね。お疲れ様でした。ですね、朝からちょっと夕方まで終日頑張ってみたんですけど、まあ時折ですね気配は感じる時もあったんですけど、ちょっとまあ厳しい状況で、まあヘダイとチャリコですかね、まあ餌取りはたくさん、あとアジもたくさんですね。もう最後の方アジもう中層から下までアジだらけという感じで、すごかったですけど、まあまたこれも。まあ、この玄関機の釣りなんで、また次回ちょっとリベンジ目指して頑張りたいと思います。で
竿の方はやっぱり今日一日手持ちでやりましたけど、もう全くやっぱ疲れませんでした。すごくいい仕上がりになってますんで、ぜひ皆さんお使いください。今後のこの状況どうでしょうか。チヌですけど、年なし50センチ以上とか以下とか、そういうのがパラパラと例年は釣れてます。であとタイとかアジ、ヒラメとか五目ですね、そういうのが結構上がってますもんで、電話で予約してもらうのが一番ありがたいんですけど、はい、私の携帯の方で、はい、今日はどうも寒い中ご苦労さまでした。